皆さんそろそろ始めます次のセッションになりますけれどももしもあのまだであればどうぞご着席くださいさすがにここからやったら怒られるよね <Hello. S 1> 皆さんハイレベルセッション2新しいトレンドご情報偽情報 というタイトルのセッションにようこそ私デボラ・スティールと申しますアジア太平洋放送連合ニュース局長カラルンプールにおります私ジャーナリストとしてそれからオーストラリアのブロードキャスティングコーポレーションの編集もやっておりました では続けますね。誤情報というのは不正確な情報を人々が意図的ではなく共有するものです。そしてそれをそのまき散らしてしてうものですでも偽情報というのは意図的な不正確ではなく欺く,ことを欺くことを意図した情報のルフとなります。今年は非常にこの2つのつ ディスインフォメーションミスインフォメーションに対する対応が非常に大切になってきましたで、AI がこのリスクをどんどんと広,が広げています何十年もの間 AI は自動的なタスクである例えば パターンを見つけるそしてデータを分析するそしてアナリティクスをするそして詐欺を見つけるという風なことをやってきたわけですけどもしかし生成 AI というのは全く新たなものですこれは新しいものをまとめたりそれから新しいコンテンツを作ったりということは可能になります非常にメリット もあるものです目的としてはでも合成的な内容を作ってしまうということもあります。シンセティックコンテンツというのは人工的に作られたそして操作されたそしてデータとかメディアを改変したものです。それによって人々をミスリードしますあるいは人の態度を変えるあるいはそもそもの意味を変えてしまうものです。でもすでにこういったものが台頭しています。例えば ペンタゴンが爆発をした爆発、爆破の写真であるとか、あるいはウクライナの大統領がウクライナ人に対して降伏するように軍隊に求めるもの、それからドナルド・トランプのオレンジ色のジャンプスーツに着ているようなもの、あるいはセレブリティのポルノビデオなども流出しています。それからフランンシシス教皇がバレンシアガの ジャケットを着ているような写真こういったものはもちろん偽情報ですでも本当に見えるんですその結果非常に こういった生成 AI をどのように使うのかそして嘘をばらまくのではないか偽情報をばらまくのではないかという疑義が高まっています懸念が高まっていますで、生成 AI というのはほぼほぼ毎日目にするものですそしてタイムラインなどを見ますとえー、ほとんどそれが短くなってきていますで場合によってはイノベーション が5年かかるというふうに言われているものが6ヶ月以内に完了してしまうようなこともありますということでこれからもオンラインのコンテントが増えていくであろうと思われますそしてスラッジの津波ということになりますゴミの津波ということになりますということで我々としては非常に文極化した世界にあると思いますでこれはまたオンラインのアルゴリズムが 何を見るのかというふうなことを決めてしまうことによりますつまり今まで思っていることをベースにこれだったら好きだろうというふうにオンラインアルゴリズムが提示をしてくれるそれによってエコチェンバーが拡大してくるという問題にあります多くの人たちがフィードがアルゴリズムが決めているというふうには意識していませんまたエコチェンバーにも気づいていないんですエコチェンバーは単に ご情報の拡散を増幅させるのみならず正確な情報に基づく建設的な会話を困難にしてしまいますこういったことが最初のセッションではありましたように信頼が 行われるんです。いろんな国で公共に対する信頼が揺らいでいるとき、その揺らいでいるとに起こっています。ということで我々としては新しいテクノロジーやプラットフォームがもたらすメリットプラスリスク両方に対応する必要があります。その誤情報それから偽情報こういったものには対応が複数必要です。 一つはメディアリテシーを高めるそれからその情報の共有システムの完全性を維持するための政治的コミットメントも必要ですそれから規制も必要ですそして技術的な介入も必要ですこれはオーセンティケーションのツールも含めて申し上げておりますということでパネルの皆さんまず最初に私どもちょっと申し訳ないんですけどもサリミャ・バーさん、えー シエラ・レオネ通信イノベーション大臣からの謝罪がございます残念ながら今日はご参加いただけませんということで謝罪の言葉を頂戴しております残りのパネルの皆さんまず山本達彦慶応技術大,大学法学法科大学院教授それからビエラ・ジュローバー 欧州委員会価値透明性担当副委員長民主化システムでもって外部の介入からそれを守るというふうなことを担当していらっしゃいますそれからマリア・レッサーさんエレプリドットコムの創立者でありまして二2二2一年のノーベル平和賞受賞者でありますジャーナリストですそれからランディ・ミシェルさんホワイトハウスナショナルセキュリティカウンセルの方もいらっしゃっています それから、オーストラリアのニックスゾールさん、メタのオーバーサイトボードのメンバーでいらっしゃいます。人々が上訴するあるいはそのメタの意思決定に関して、facebook あるいは instagram の情報決定に関して、疑義がある場合には苦情を申し立てる委員会のメンバーでいらっしゃいます。では、最初の質問に行きましょう。山本先生 慶應義塾大学の法科大学院の先生でいらっしゃいますけれどもまず生成 AI の進歩によりまして新しいい情報が生み出されていますそして非常に複雑な情報が出ているわけですけれどもさてこの偽情報それから誤情報のインパクトというのはどういうものでしょうか あのちょっとニュアンスを伝えたいので日本語でお話をさせていただきますあの私はあの生成 AI をおいしい毒りんごというふうにあの例えたことがありますであのな,なぜそういうふうに例えたかと申しますとやはり生成 AI が作るコンテンツというのは偏りであるとか、まあ、誤りが含まれている、まあ、毒が含まれているわけですけれども あの非常にこう滑らかな味がするというんですかね人間が作ったようなもっともらしい文章を作るのでおいしくどんどん食べられてしまう食べることがまあできてしまうそういう意味ではおいしい毒リンゴに近いのではないかというふうに表現したことがありますであのこの毒っていうのがしかしやがてその我々の認知過程認知プロセスというものを犯して 主体的自律的な意思決定というのが、まあ、難しくなってくるんじゃないかとこういうことそれから、まあ、毒に侵された人ちょっとこれは比喩が強いかもしれませんが、まあ、毒に侵された人がこう言葉を発したりあるいはその毒を含んだ生成 AI のコンテンツがまた学習データとして AI にこう食べられるということによってだんだんとその毒というのが日常的な 我々ののコミュニケーションの中に溶け込んでいくでそれがまあ毒が社会全体にこう回ってしまうようなですねそういう問題が起きる可能性があるんじゃないかというふうに思っていますそれからまああの生成 AI というのは一気に大量に偽情報というものを作ることができまた拡散することができますのでさっきデブラさんがおっしゃったように情報の津波というものを起こすことができる偽情報の津波というものを起こすことができると。 これも非常に大きな問題で我々が取り組むべき問題というのを複雑にあるいは深刻にしているのではないかなと集団的なハルシネーションというんですかね毒が社会全体に回ってしまうことによってコレクティブなハルシネーションというものが起きてくるということも考えられるんじゃないかなとこういうふうに今見ています Thank you very much. ありがとうございましたじゃあマリアさんどうぞ。 ありがとうございます私も完全に同意いたしますがそれをもう一歩進めたいと思いますそれは我々が自由な意思を失ってしまうだけでなくまあ、そう山本先生おっしゃいましたけれどもそれだけではなくこれによって我々のいわば生態をハッキングするつまり私どもの感情を平気化するんですで、それが最初に起きたのがソーシャルメディアです その時兵器化されたものは特に最初に人間が AI と接触した時によって我々の恐怖心とか我々の怒りとかあるいは嫌悪感とかあるいはトライバリズムという言葉を我々コードワードで使ってるんですけれどもつまりあの我々対相手とかあるいは革新化ですねララディカライゼーションでですす極端化ですで私はそのテロリズムともアルカイダのテロリズムが我々の社会全体に侵して 進出してそしてインドネシアの人間がそれによって例えば自爆、えー、テロを起こすようなことにしたなったわけですそれによって自分たちの家族とかコミュニティから隔離されてしまうこれが実際の兵器化でしたそれが1回目だったんですが生成愛 i というのは2022年の11月に発表されたものがさらにこれを一歩進めました。でこれはアメリカの あの総長ジョンジェネラルが5月にある報告を出しましたそれは子どもへの害というのがやっと公表されたんですねまたくさんの調査が出された結果なんですがそこで面白かったのはあ寂しさのエピデミックという言葉が使われましたどうやって我々の生態に百均をするのか1回目は恐怖とかそれから怒りとかヘイトだったんですけれども2回目生成 AI は つまり寂しさ我々の全員の中にあるその寂しさを餌にしたわけです。で常に今まで例えば自殺をする方とかあるいはあの犯罪とかそれから訴訟などもそれによって起きてます。でもやはり公共の保護という名目でその人たちは罰せられないわけですで。こののの生成型の AI というのはでも 本当に現実のものもですその害は朝の2時に生成 AI を見てそしてそれを活用してそして例えばスタートアップ企業などはこれがあなたの友人だとこの AI はあなたにとって他にの誰よりもいい友達になれるよと言うこれはとても危険です。 これは個人にとって危険だけではなくて社会全体にとっての危険です。でそういった上で私はあのテクノロジーに反対してるわけじゃないんです。テクノロジーは大好きです。私どもはあのフィリピンでは最も早くこのテクノロジーを導入しましたが、ただ今こそがまさに視覚的なに重要なタイミングであると世界にとってそして今こそ正しい一歩を踏み出さなきゃいけないということを申し上げたいと思います。マリアさんありがとうございました。ベライゾワさん。 生成 AI が誤情報、そして偽情報にあたる影響についてどう考えてますか。聞こえますか。ありがとうございます。私は EU を代表してまいりました。あの欧州委員会のそれが立法局であります。で、今あの山本先生とかマリアがおっしゃった分析ではなくて、EU がどのように 高校の AI を規制しているのかという話をしていきたいと思います。で、今起きているのはその生成 AI というのがその誤情報で果たす役割がどんどん増えているということです。あ失礼、偽情報での役割が増えているということです。ね偽で,で無意識のつまり意図しないあるいはそれ スプレッド拡散それから意図的な偽情報の誤った情報の生成という言葉を使っていてやはりこれはとても重要になってくると思いますつまり情報の作成を政策をコーディネーションされた形で社会に意図害を及ぼそうとする意図で行われるそして社会の安全保障に害を与えそして選挙のプロセスにも害を与えようという意図を持って で偽情報が作られるということなんです。で、この偽情報というのは意図的な害をも意図した生成、それを AI、特に生成 AI を使って情報を作成するというのはとても危険なカクテルだと思います。組み合わせです。ですから我々はその対応のために新しいその AI 法 に新たな書を作りました。今、eu では立法化プロセスをしております。で、そこではいくつかの原則を維持しなければいけないと謳っております。歌いたいと思っています。まず ai。 は人々を統制することがあってはならならいつまり人が常に AI を統制しなきゃいけないということですつまり人間がこのテクノロジーの開発の出発点にあってそしてその開発中もずっとアルゴリズムを検討再検討したりしてそして危険なテクノロジーあるいはそのテクノロジーの利用をストップ阻止できるように保証しなければいけないと。で3つの 実は AI の分類を決めておりまして低リスク、中リスク、高リスクですそして高リスクについてはその規制を強めたいと考えていますコントロールを強めるつもりですいくつかのケースユースとして EU では決して許されない禁止されるケースユースというのがあります EU ではですね。それれからでですけれどもこの時点で 言いたいた人間人類が自らのために今まで生成してきた例えば言論の自由それから著作権とかそういった権利これは実際の人間のために保障されなければいけないそういった権利を ロボットに与えてはいけないということなんです。人間のためにこれは取っておかなければいけない権利です。で、我々の考え方ではやはり人間に帰属すべきものは人間に帰属するべきだと考えております。ではあの次にあの E U の A I 法ですけれども、A I 法ニュア生成 A I についての章をこれから付け加えようとしています。で、私どもは大変強いビジョンあるいは計画としてユーザーが必ず自ら 見て読んでいるものが AI の生成物であるということを情報として提供されるということを保証したいいと思いますつまりテクストとかイメージ画像などをラベル付けするそれからディープフェイクについてマーキングをする透かしを入れる。で 例えば選挙キャンペーンなどでこういったディープフェイクが使われたらやはり社会をラディカライズしたりあるいは有権者の好みを操作できたりするわけですそういったことはやめるべきだしそして除去されるべきなんですがそれについてはまだ立法府で今議論中であります。 ホワイトハウスの方ですけれどもどうぞ。 まず IGF にこのようにタイミングのいいお話をしてくださったことを感謝申し上げますこういった素晴らしいパネリストの皆さんに加えていただいて非常に嬉しく思っております非常に重要です生成テクノロジーというのはコストを安くしスピードを高くしてそういうものなので偽情報誤情報を悪意がある人たちも急速に普及させることができますリープフェイクなども含めてです AI は しかしコンテンツが非常にリアルになってきています人権それから民主主義国家安全保障信頼それから一般の安全特に女性やその女の子そして LGBTQ あるいはレーシャルマイノリティの人たちあるいは変異化された人たちの危機に関係が及びます特に神聖なコンテンツあるいは神聖であると主張するコンテンツに関しても一緒に民主的な組織に対してこれがうまくいかないこと うういいことととにになななると信頼を損なうという原因になってしまいます最近スロバキアですけどもディープフェイクが政治の候補社のオーディオを複製してそしてメディアもレコーディングをチェックしたんですけども48時間のメディアモラトリアムがあって。 でそれを止めることによってこのシンセティックコンテンツに対する課題に対応するという対応をしておりました。で世界中でこのような形でありますけれどもアメリカ政府としても透明性を高めるそしてシンセティックコンテンツに関する意識を高めるということをしております。で我々 AI 企業に対して、えー バイデン大統領としては安全性を高めることを求めていますその中にはこういった企業から メカニズムを作ってそれによってユーザーがオーディオあるいはビジュアルのコンテンツが AI が生成したものであるかどうかが分かるようにするということを求めていますそして来歴をチェックするということができるような情報をきちんと AI が生成したメディアであればチェックするようにということができるようにしていますガイドラインツールそれから実践を使うことによりましてそのシン的コンテンツあるいは AI が作ったコンテンツをと 特定すすするるよううな形にとということが求められます AI あるいは操作されたコンテンツに区切って分かるようにそれから政府が作ったコンテンツに関してもきちんとマーキングをするということを求めますそれによってメディアの側でこれがアメリカ政府と主張しているものが実際に申請なのかどうかがチェックできるようにしています例えばデジタルシグナチャーあるいはウォーターマーク透かしそういったいろんなテクノロジーを使うということが推奨されています。で我々としては 情報の AI が生成したメディアに関して政府ガードをしてそして人々をミスリードしたりあるいは傷つけないようにということをしていかなければいけません我々としてはシンセティックなあるいは操作されたメディアから人々を守ることが必要です我々としては同盟各国と一緒になりまして世界中でこのような対策が導入されることを望んでおりますということで EU の同僚が同じようなことを言ってくださったことに意を強くしています各国もこの努力に参加していただいて きちんとしたコンテンツオーティフィケーションそれから来歴管理をしていただきたいと思いますそのための立法化をお願いしたいそして一般市民の人たちが実際に申請な政府が作ったコンテンツであればそれはそうと分かりそれから操作されたあるいは AI が作ったコンテンツであればそれはそうとわかるという,ふうなシステムを望んでいますそして学会市民社会そして基準設定機関あるいはさまざまな 組織が一緒になって仕事をしていかなければいけないというふうに思っています我々としてはさまざまなステークホルダーが関与して行うべきですハリス副大統領そしてバイデン大統領もトップの AI のエキスパートや消費者保護の団体の方々それからさまざまな人たちを一緒に集めて議論をするということでこのような会話がこれからも進んでいくことを期待しています ありがとうございましたニックスソウルさんどうでしょうか今のお話に関してメタのオーバーサイドボートのメンバーとしてどうお考えですかありがとうございますパネリストの皆さん今までこのように非常にえー この問題というのは懸念を有料するべきものだと思いますけれどもそれについて言及いただきありがとうございました我々としてはコンテンツのモデレーションであるとかあるいはオーセンティフィケーションの問題に関しては対応していかなければいけないと考えていますこれはエコシステム全体での努力が必要だと思いますまあ、私初日の2,3時間しかおりませんけれども2点ほどお話をさせていただけたらというふうに思っていて もうちょっとテクニカルな詳細をお話しできればそれからもっと焦点を絞った課題について我々がどう課題をとらえているかというお話をしたいと思います。AI 生成で AI を工事のレベルでどう考えているかとお話をしたいと思います。複雑なのは私たちが対応を作ると 例えばコンテンツで今放っているようなものあるいは関係性についてこういったその対応を作りますと例えば誤情報それから偽情報に関してですけれども最初にパネルの段階で定義がありましたけれどもこの2つを別このコンセプトとして考えがちですよね。で偽情報は意図的で誤情報はそうではないという考えなんですけれどもこの区別は もちろん意味を成します特にルールとかあるいは刑法とかあるいはどのようにその意図的に偽情報を流すことを止めようかというふうに考えた時にはそうなんですけどもしかしながらこの偽情報がいかにその普遍していくか普及されるかということを考えますと悪意がある人たちもそれをしますしプラスメインストリームのメディアですらもソーシャルメディアのプラットフォームすらもえー 普通のユーザーがエンゲージするためにデザインされたものでも偽情報が広まるようなことをしてしまうわけです。なので害のある嘘偽の情報を広げてしまうのはそういうプラットフォームでもあり得るということがまず一つ。それからもう一つなんですけどもこのシンセティックメディアとは何ぞやということなんですけども難しいですよね。ラベリングの話もありましたそれから人々が その知っておく必要があるつまり何が AI が作ったもので何がいかに AI がどのように情報が自分たちの目に触れる方情報をその蘇生しているのかということも分かっているべきだというふうな言い方はしますけれどもただ私写真のことを考えると。 ポスストプロセスを使います誰かの顔をちょっと外したりとか私がポスティングした中でもはや友達でない人たちの顔を外したりというようなポストエディットもします。なので全てのメディアは操作をしているわけですよね。操作もされているなので内部の限界として純粋なアプローチそれからレベリングとかそれからオーセンティシティ申請性ということに関わっては。 関してはイノベーションとかあるいは変化それから生成 AI がいろいろと大きくなってきましたけれどもこれはなくなることはないですなのでこの使い方というのはあ、これ使ったらこういう使い方かっこいいじゃないというのはみんなが見つけていき続けるんだというふうに思いますなので私たちは混乱してはいけないと思うんですねどのような ソリューションがある文脈ではうまくいくそしてデジタル時代にどういうその規制が重要なのかということを考えていくというのは非常に難しいと思いますありがとうございます素晴らしかったですではここでちょっと申し上げたいのはこのスクリーンの上に出ているその数字というのがスピーカーに配分されている分数 制約ですでなぜもっと細かく話さないのかと思ってらっしゃるかもしれませんがこのディスカッションをまねするための時間制限というのがかかっているということなんです。では次のの質問に行きままましょうず、ま、ず山本様、ま、ずこのご情報 についいてののの社会の懸念というのは長年ありましたで最近これが注目されたのがあの選挙戦政治的キャンペーンとかそれからあのそのソーシャルメディアでの拡散が問題となったからなんですけれどもでこういった誤情報偽情報をオンラインで、まあ、対抗するという上で今、どこまで来ているんでしょうかそし教訓はととこのの方向性というのが まあ今見え始めてきててきいるのかなと思っていますで一つはまあより昔よりも深刻になったという面もう一つは少し希望が見え始めてきたなという面ですね、まあ、相反する2つの方向性ということですけれどもあの深刻になったなと思うのはあのまあプラットフォームソーシャルメディアプラットフォームのまあビジネスモデルでもあるアテンションエコノミーと呼ばれるようなまあビジネスモデルが非常に支配的になってきている。まあ、アテンンションエコノミーというのは 皆さんご存知だと思いますけれども情報があふれる情報過剰な社会においては供給される情報量コンテンツに対して我々が払えるアテンションとか費やせる時間というのが希少になるのでそれが交換材として経済的な価値を持って取引されるというようなそういうビジネスモデルですけれどもこのアテンションエコノミーのモデルですとやはりユーザーのアテンションとかエンゲージを奪うということが 非常にこうトッププライオリティに今なってくるでそのためのやはりアルゴリズムですとかリコメンダーシステムというのが以前に比べて非常に洗練されてきているということがあると思いますでこれがまあエコーチェンバーですとかフィルターバブルというような問題を引き起こしていてこれがまああのディスインフォメーションミスインフォメーションの増幅につながっているというふうに思います、まあ、これはあのさらに言えば アテンンションエコノミーの下ではフェイクニュースとディスインフォメーションというのは特にエンゲージメントを取りやすいというところがありますので、まあもまあ、利益につながるということがあるのでやはり拡散しやすいと、まあ、そういう意味では深刻化しているということがあるというふうに思います、まあ、他方で希望というのは、まあ、一つはやはりこういった問題がある情報汚染という問題が国境を越えて広く共有されてきているということですね、まあ、それからまあやはり官民 の連携ですとか国際連携それからリテラシー教育の重要性みたいなことについては社会的なコンセンサスが得られてきている、まあ、これは一つ希望なんじゃないかなと思いますでそ,こそこから得られる、まあ、教訓レッスンですけれども一つはこのディスインフォメーションディスインフォメーションミスインフォメーションの問題というのはやはり構造的な問題として捉えるべきなんじゃないかとやはりアテンションエコノミーというこの構造なりエコシステムというものにしっかりタックルしていかないといけないと。 いうことが1つですでもう一つはこの構造とかエコシステムにやはり取り組んでいかないといけないということで例えばその技術的な標準化例えば日本ですと今マルチステークホルダーでオリジネータープロファイル OP というものの開発を今進めているところではありますけれども私もちょっと関わっていますが OP というのはオリジネータープロファイルということで。 えまあ認証された組織、団体が作ったコンテンツにこの OP とオリジネータープロファイルというのがついていくでコンテンツを見るとそのプロファイルを見れるつまり誰が作ったのかということがま見れるという技術ですね、まあ、こういった技術的なスタンダードというものを国際的にまあ議論していくということとそれからリテラシー教育これは非常にやはり重要になってくる構造というものに取り組むには非常に重要になってくるかなというふうに思っています。はい ありがとうございましたメディアリタルシーの問題、それから最初のパネルでも言われたようにパブリックとして公共がこれを理解する必要があると。で、これらがあることによってリスクが減ると思うんですけども、ニックさん、どうですか教訓という意味では何かおえらせいただけませんか。はい 数年とってもこの偽情報偽情報の情報というのは忙しくて例えば選挙の妨害であるとかあるいはグローバルパンデミックがあって。 でそれらに対するご情報に偽情報もありましたということでプラットフォームとかテック企業はものすごくプレッシャーをかけられて何とかしろというふうに言われてきましたしかしながら一体何がうまくいくのかわからないんです一つ急がれるのは私たちそんなにリサーチが十分進んでいないんですねミレアリタルシとか それから例えばワクチンであるとかそういうことをよく分かってないんですねですから人々がそれを検知する能力というのもどの程度あるのかが分かりませんつまりメディアが情報を出すでその情報を一般市民がどの程度理解するのかというのは私たち十分にリサーチが進んでいませんこういったパンデミックがありましたコロナ禍がありましたということでいくつか教訓があったんですけども一つはテック企業も何かできると。 いうことです。テック企業としてはずっとこういう問題には手を触れたくないとか、あるいはその真実、真性性の問題とかコンテンツの問題には関わりたくないというふうにずっとテック企業は言ってきたんですけれども、しかし対応しなければいけない緊急性というのが高まってきました。コロナ禍で偽情報、偽情報に対して対応しなければいけないということに迫られたのでせざるを得なくなってきたわけです。なので面白いのは。 テック企業にも役割はあるんだということが分かりましたで一方でこれ非常にでも一方で議論が分かれるものなんですつまりテック企業が実際に意思決定をしなければいけない人々の物言いに意思決定をするということそれから 日生情報側にどんどん触れていけば触れていくほどテック企業が判断をするというのは非常に難しくなりますスパムを減らす技術とかあるいはコーディネイティッドオーセンティックビヘイビアとかそういうのは検知ができるんですけども人々が嘘を普遍させるというのはこれは我々としてはなかなか対応ができにくいものでもありますなので火曜日にオーバーサイドボードが実は 対応したんですけども、facebook のユーザーが。デジタルで改変されたバイデン大統領のビデオをアップしたんですね。で、これはちょっとしばらくアップされていたままだったんですけども。我々パブコメのプロセスを使いまして。 これを対応しししようとしました我々としてはテク企業だけが何か決定をして何かするというわけにはいかなくてテクニカルソリューションではなくて実際には社会の問題ですのでパブリックコメントのようなプロセスが必要であるととといいいうことを言及しておきたいと思いますなので私たち今何とかもがいているところなので我々として皆さんにもお助けを願いたいところではあるんですけれどもどうやったらいいのか。 こういったその会話をどんどん高度化していろいろと皆さんからいろいろとインプットをいただきたいというふうに思っておりますので是非これどうやったらいいのかテク企業がどうやったらいいのか教えていただけたらというふうに思います。これれはまだ解決をされていないなその 何が受け入れ可能で何が受け入れではできないのかあるいは本物なのか偽物なのかあるいはその表現の自由に対する何なのかあるいは文脈として政治あるいは選挙が関わると非常に難しくなるので教えていただけたらというふうに思います。 まあパネリストの皆さんいろいろとアイデアを持ってらっしゃる方多いと思うんですけども女性それから難民そしてマイノリティ LGBTQ+ プラスの人々の話になりますけどもこういった人たちが一番その標的にされます情報偽情報あるいは誤情報に関して被害の矢をもてに立たされますスペインの女の子がポルノビデオので攻撃を受けていました。 なので質問なんですけどもこういう人たちに力を与える保護するその場合に何ができるのかそれから自助のためにどういった防衛のためにどういったツールがあるんでしょうか私前のトピックではいろいろということがたくさんあるんですけどもえスゾールです失礼ジョーバーですソーシャルメディアそれからインターネットに関しては ものすごく名誉名誉を起訴するようなことが行われています。政治家、ジャーナリスト、判事、それから NGO のリーダー、こういった人たちがインターネットで口を開くとターゲットになるんです。非常にひどい攻撃にあっています。LGBTQ の人たちもそうです。もちろんマイノリティー いろんな形のマイノリティの方がいらっしゃると思いますけど皆さん違いますよね。誰,誰から誰から違うのかそれから何から違うのかということですけどもちょっとでも違うと攻撃にはいます。で法律側ですからここまで攻撃的になると対応せざるを得なくなります。 しかし一体何が不法なのかということなんですけれどもそのこういった攻撃的な攻撃というのはその不法なものです。これはサタイアなものではなくってですこれは私たち前の世紀でホロコーストが言葉から始まったという学びがあります。 で社会が受け入れてしまったということでホロコースが起こったわけです私たちとしては法律として立法化してオフラインの世界ではそういったものがありますどのコンテンツが 違違法法でででそそれかからそのヘイトスピーチととと人々に対すするるるうういいったものはああこがわけですなのでオフラインで違法なものはオンラインでも違法だとして扱われるべきであるというふうに思ってます。さっき山本先生おっしゃいましたよねアッテンションエコノミーということをおっしゃいました。これをダーティービジネスを中心に私は読みたいと思います。 もちろんアルカリズムとかビッグテックの皆さんはもちろんそのヘイトスピーチとかあるいはそのアポカリス的なビジョンとかヘイトでもってお金を稼いできたというふうに思いますけれども EU としては私たちはビッグテックの皆さんとそのテーブルを交えてこれのままじゃだめだよという話をしようとしています。だって 例えばヘイトスピーチとかあるいは情報に関するコード・オブ・コンタクトを作っていますけどもそれからデジタルサービス法法とといいうう的に拘束力があるものを作ろうとしています我々としては違法なコンテンツで収益を上げるあるいはヘイトとかあるいは危険なその社会に対して危険な情報で収益を上げるということがあればこれはきちんとした執行のストラクチャーがあってその刑罰の対象になります。 されていますこれについては受け入れてて動的に見あるその例えば女性だったしそれからデジタルサービス法だけでは十分ではないということも分かりましたので私は初めてヨーロッパの女性に対する貿易に暴力に対する指令というものを出しています。 でそれに対してデジタル暴力というのも今起訴中であります。ですので法、執行当局、警察とか、あるいは検察とか、e、EU のそういった組織には、こういったちゃんと道具を持って、さらにそのルールを執行させる、そして女性やいろんな人たちを守ると、ターゲット化された人を守るという道理があります。 はいあの、先ほどアテンションエコノミーという言葉を使って今、あのベラさんにもあの少し使っあの言及していただきましたけれどもあのこのビジネスモデルのもとですとヘイトとかやっぱり憎悪とか怒りというのはアテンションとかエンゲージメントをやはり取りやすい獲得しやすいというところがあると思いますそういう意味ではこのアテンションエコノミーというもとではこのような、まあ、先ほどあの 研究されたたコミュニティの人たちともうこれはフィジカルな世界でもそうだったんだけれどもよりそういった状況が深刻になるように思いますでまあヘイトスピーチのようなものとディスインフォメーションミスインフォメーションが結びつくとこれはかなり厄介で悪質かなというふうに思っています でこれはあの個人特定個人に向けられたものであればこれはもう迅速なモデレーションということがまあ重要になると思いますでやはりのコミュニティに向けられたものについては、まあ、いろんな考え方があると思いますけれども1、まあ、つはやはり国際的なこう信頼できる人権機関のような組織が国際的なそういった組織がそういったコミュニティからのまあ通報というものを受けてファクトチェック機関なんかと連携をして そういったコミュニティーを対象としたディスミスインフォメーションというものについて、まあ、ファクトに対するファクトチェック記事をしっかりそういった機関として出していくというような、まあ、そういうそのシステムを構築していくということも重要になるんじゃないかなと思いますそれからそういったファクトチェック記事というものがやはり読まれないといけないということもあるのでそういったときはそのプラットフォーム企業なんかとやはり協力をしていくと。 ここういういいいととも重要になななってくるんじゃないかなと思いますプラットフォーム企業のある種の責任としてそういったコミュニティを対象としたようなそういったミス・リス・インフォメーションに関するファクトチェック記事をきちんと載せるしかもちゃんとプロミネントに載せていくというそういった試みも 企業の SDGs ですとかビジネスと人権という観点から一つの責任として重要になってくるんじゃないかなと思います。一つ例を紹介すると日本のヤフージャパンという会社がありますけれどもニュースプラットフォームですがジャパンファクトチェックセンターというです、ね、昨年ですかね立ち上がったファクトチェック機関の記事をしっかり流すということをしているというふうに聞いています。こういった、まあ 国際的な人権機関ファクトチェック団体プラットフォームといったものの協力というものが重要かなというふうに思っています Thank you very much. ありがとうございます素晴らしかったですではマリアさんどうですか たくさんありすぎてじゃあのちょっと選びますね山本先生がおっしゃったことからで必ず3本は守ります山本先生がストラクチャー構造とおっしゃいましたがこれはデザインですねつまり設計上嘘を あの事実よりも早くあの拡散されるように設計されているんです。そして2018年あの MIT は嘘の方が6倍早く拡散すると言ってましたが、今の世界では多分さらにこれが悪化していると思うんです。というのはいろいろなセーフティーメジャー安全策というのが撤退してました。ツイッターエックスそしてフェイスブックがメタになりました。名前は変えたけれどもでも実は内容は改善してないんです。ですからそれが最初の一歩だと思います。先ほどその被害者の目から見てこれは実 実際の世界では実世界ではオンラインでは違法であるとでオンラインでの暴力というのもそうですというのは LINE もそうして携帯電話でもいるのはたった一人一人の人間がそれについて影響を受けているわけですからこれはリアルな暴力だと思います。でニックさんには尊敬してますけれどもオーバーサイドボードにはたくさん私友人いるんですがプラットフォームではいわゆる3つの D「デない」「ディフレクト」そして「ディレイ」 その方がつまり拒否し否定してそうして。 であの対策を遅らせてしまうということにすると、やはりそれによってお金を儲けることになるわけです。で、最初の世代のコンタクトの結果と同じような結果になってしまいます。それからランディさんはあのボランティアはいいですね。2016年から2018年にそういったボランティア自主的な対策というのも試してみました。でもうまくいかなかった。で、今は何ができるのかということが問題なんです。というのはその影響はどんどん悪化してます。で、事実がなければ真実も ない。そして信頼もない。そしたら選挙の関連性でもないわけです。で、選挙が誠実性を失うと、あの今のような統計が出てきます。ビーデムスウェーデンのウィーデムはあのアメリカのフリーダムハウスと同じなんですけれども、ウィーデムが言ってるのは昨年世界の六十パーセントが先制主義国家に暮らしていると。で、これが実は七十二パーセントに増えたそうです。二千二十四年というのはまさに世界にとっての転換点になります。E.U. の皆さんに感謝します。E.U. がいろいろな法律を出してくれて。 ますけれどもただ私はやはり亀の競争になってしまっていると思うんですねテクノロジーはもう2週間ごとにどんどんと刷新されているつまりアジャイルディベロップメントなんですですから我々ももっと歩みを速くしなきゃいけないで、インターネットガバナンスフォーラムのリーダーシップパネルに私は入っているので私は非常に推しが強いんですで、我々はもっと歩みを早めなきゃいけないもっと早く行動することですテック会社だけに依存はできません 彼らの動機はあくまでも利潤です利益です我々が動かなきゃいけないんです EU は感謝申し上げます EU が導入しているものも遅すぎます2024年選挙は台湾が11月でここにはたくさん中国から偽情報が寄せられていますそれから2月にはインドネシアでも選挙があります世界最大のイスラム教徒の人口ですで、スハルト大統領が今は有力候補ですですからもし今日選挙を なれたらフィリピンと同じようになるわけですね。それから EU、それからカナダ、それからイギリスも選挙が予定されてますか。それからアメリカもそうですね。もう全部マイクに止まないくらいたくさん選挙があるんです。で、これこれはまさにそこです。で、あの先ほどの質問に対する答えにやっと行きますが、では誰が最も害を受けているのか。それは最も脆弱な方々なんです。つまり。 あの制度があの弱いグローバルサウス。それから、あのあと4十二秒を超えましたけれども、あの。偽情報、え、失礼、誤情報。 というのはテックバディが皆様に使ってほしいものなんです。でも偽情報はテストができます。我々は通信会社ですけれども、ただネットワークをが例えば反テロ活動をやっていたら、まあそれは誰かわかるし、それを削除することもできるんです。で、それによってまあ確かにプラットン企業のお金あの利益というのはほんの少し下がるだけです。ありがとうございました、ニックさん。 じゃあ規制の対策については後になりますけれどもこの一体マイノリティグループの人たちあるいは差別されている人たちは自分たちを守るために何ができると思いますかはい短くお話をしたいと思いますけれどもさっきちょっと2つ時間を使いすぎたので今度は短くしたいと思います。で最初にまずすべきはまず。 力が重要なのだということ権力が大事なのだということを意識するべきだと思いますどのようなマシンラーニングだったとしてもあるいはテクノロジーだったとしても既存のシステムからヒエラルキーなどをもう不平等なヒエラルキーを学んで学んでいくわけですだからこれがその高級化されてしまうあるいはしばしばさらにその古代化されてしまうという問題があります なのでその対応ということを考えた時にいかに変異化された人たちや脆弱な社会を守るかということを考えた時には一つよくこのディベートの中でそのかけるのはアクナレジメントだといいう,うに思います誰がスピーカーなのかそして彼らが持っているネットワークや権力は何なのかということでターゲットは誰なのかということをきちんと認識する必要があるんです。 でこれがどんどんと暴力として悪化するようなリスクがあるのかどうかということを考えていかなければいけないんですコンテキストも非常に重要ですしかしテック企業でこういったものに対応するのは極めて難しいんですテック企業としてはエラーレートとかそれからえぶエメルマシンラーニングの分類などは提供できますけれどもエラーレートなんかをでもヘイトコンテンツ とに関して、正確性とかその例えば1億ぐらいの。その情報をその取り下げたとしても、でも問題の根源には触れていないんです。もしも権力が関係しているのであれば、そしてテック企業がより、その積極的にツールをどのように使われているのかを見るか。 その誰かがそのマージナライズ人たちに対して不利になるように使っているのであれば誰がどのように使っているのかということを見なければいけないわけですけれどもしかしながら我々としては権力というものを無視してはこの対応策で誤るというふうに思います。でですのの我々としては前弱な人たちの 経験というのが攻撃対象としては乱用としてはあるいはそのアビューズの対象としては非常に多いということが分かっていますそしてマージナル化された人たちの方がその救済を求める上でも非常に混乱の期しているということも分かっていますなぜだからもっと積極的に前,前もってシステムを作っていかないのかということが問題になるのではないでしょうか 今まで歴史的に不平等があるということを頭に入れて政府ガードを作っていくと、じゃないとヒエラルキーが今後とも永続化してしまうその問題に対しての対応が必要だというふうに思います。人々が使えるツールで自分たちの学習をストラクチャーするあるいはエクスペリエンスをそのストラクチャーする自律性といいますか、その自分自己決定力というのが重要だというふうに思うんです。 もうすでにマジノライズされた人たちに関してはそれを勘案した形でのビルトインが必要だというふうに思います。ありがとうございました。ウ、え、ィ、ー、エラさん、その規制上の課題としてはウィ、えー、エラ・シュローバーさん何かありますかちょっと一つの文章で申し上げるならば病気よりもひどい薬はだめだということです。 なのでオンラインのスペースで EU において規制をしますけれども私たちいつも考えているのはその表現のの自由といいうのを中心に考えていますなので怒ってはならないのは将来的に他の人の,その賛同できない意見というのが偽情報化してしまうというのは避けなければいけないというふうに思います。 で権力を持っている人からそれを偽情報の楽園を押されないようにしなければいけないということですですのでこの偽情報というふうに言えばまあ、これってずっとあったものですよねただインターネットあるいはソーシャルメディアがこのようになってきたということでその広がる 速さというのが超音速になったということなんですそしてものすごくそれが大きなインパクトを与えてそれが懸念憂慮すべきレベルにまで来ているということなんです私たちウクライナの戦争に関して EU は非常に近いところですけれどもでもそうするとロシアのプロパガンダで攻撃が EU は受けましたで、例えばこの人が犠牲者ででも攻撃者 攻撃者の方が被害者的なそういうひどいその攻撃を受けたわけですからイスラエルに関しても似たようなことがあるというふうに思いますなのでこの偽情報が攻撃的なレジームに対してプラスになっているこれに関しては対応しなければいけないというふうに思いますそれから平和平時においてはですけれども EU としては こういう偽情報に対してボランティアのコミットメントでありますけれどもコード・オブ・コンタクトを導入していますビッグ・テックの皆さんから協力をいただきましてファクトチェックを増やしていくということを加盟国内でやってくださるということになっています私たちまだ十分各国でファクトチェッキングが行われておりません特に小国においては現行の問題もあって そのスラバキアの,その選挙についても先ほどおっしゃいましたけれどもそういうことが起こっていて十分なファクトチェックが行われていないのでそういうことが起こったりするわけなんですがなのでファクトチェックというのがコード・オブ・プラクティスの中でいかに ご情報でもってその資金を得たその資金を没収するかということに関して規制しています。それからそのコード・オブ・プラクティスに関してですけれども2つ目ですけれどもプラットフォームの皆さんに関してなんですけれども私たちはメディアの独立というのは重要視しています。これは鍵ですよね。EU 内で。というのも私たちは人々が。 事実を得られる場所が欲しいわけです私たちは意見だけではなくって事実が人々に届くということが重要だと思っているので自由な選択でもってその愚かであってても愚かな情報を選ぶのも権利だというふうに思っています。なので情報が 事実が提供されるということが重要でそれに対してはメディアが重要だというふうに思っていますそれからメディアリテラシー山本教授申し上げましたけれどもこれまだちょっと距離がありますけれども私たちとしては社会がレジリエントになるということを望んでおりますそして日々この偽情報と対応していく上において 社会がもっと準備ができていて我々としては EU としてはその加盟国に資金を出したりしてプロジェクトをやってますマリアさんあの規制の課題について何か考えますかはいまず最初に最初のパネルでも言われた通り全てはデータが今は重要ですコンテンツ に我々はなななんんとなく向きががちなんですがそれは古い世界で慣れていたからでも今は DSA によってリアルタイムのデータの流れが欲しいその流れを我々は求めているわけですで。でそれさえ手に入れられればそしたらどういう害があるのかも分かります。で こののデーータというははテクノロジー会社は入手できているはずですですからオーバーサイト監視監督があればニュース通信機関なども我々ゲートキーパーであった時監督してましたけれどもそしたら市民社会が入ってきてそして権力を持つ者に対して責任を取らせることができるんですですからあの言論の自由の問題じゃないというのはこういったプラットフォームでは誰でも何でも発言していいわけです。でも問題はフリーあの Freedom of でコーエンというあるコメディアンが何年もたこと前に言ったことなんですけれどもディストリビューションのモ,モデルが問題だと嘘の方が事実よりも早く拡散すると言ったのは誰だとファクトチェッキングがなぜ拡散しないのか全く拡散しないのかとでそれを拡散させるためには全く新しい市民社会。 インフルエンサーマーケティングキャンペーン事実を中心としたマーケティングキャンペーンというものを作らなければいけないで、そうでないと資本主義のモデルにより利潤利益を上げることになります私はバチカンで30人のノーベル受賞者と一緒にいたんですけれども教皇書に対してあ10の説明に対する あの十回に対する嘘になるんじゃないですかと、これはと申し上げたことがあります。それから最後に規制枠組みについてですけれども。私はあのミスインフォーメーションという言葉は一切使いません。ディスインフォーメーション偽情報と言っています。で。というのは、これは意図。 捜査です2021年の平和実証公演で私はこれを「有害なスラッジ」「汚泥」だと言いました。でこれはあの生成 AI でどんどんと増えてきます。生成 AI で生成 AI に対抗しなければ生成 AI をめぐる戦争には勝てないわけです。で先ほど生成 AI というのが指数関数的に伸びているという話がありました。そこでで何をすするべきか、まあ、答えはとても単純です まあ難しいと言っているロービーストはたくさんいますけれども。 あの飛行機を設計する能力がなくても例えば航空業界を規制できますまたこのホールの設計の仕方が分からなくても安全対策を入れてこの建物が崩壊しないようにすることはできますですからシンプルなんです必要なのは透明性 DSA がまさにそれを意図してますでそれを単に学術界から拡大するべきですあの市民社会のジャーナリスト は、d。s。a にそのアカウンタビリティを求めるからです。そして2つ目が。我々はどうやってあの公共の場での安全というのを定義するかということなんですね。で、例えばコロナ？ 感染症の時例えば製薬会社に対して規制がなければワクチン A というのを部屋のこちら側の人にそしてこちら側の人にはワクチン B を提供することもできたわけですで。で,で,で,でそのうなな法律はいわちでワクチン A を投与された人は8人が死んでしまった「ごめんなさい」という結果になってしまうわけですあ。 を家に入れるためにはたくさんの安全規制があるんですね我々がどこまで持ち歩いているスマホよりも多くの規制があるんだそうですトースターにはですから透明性と説明責任性これは絶対以上です説明責任性というのはまああのルールは作るけれどもしかしそして害があればあなたに説明責任があるんだよということを示すことですランディ・ミシェルさん我々どうやったらより良い あのプロシューマーになれるんでしょうか。つまりより良いデータの制作者であり、そして消費者になれるんでしょうか。はい、ありがとうございます。テクノロジーの環境が非常に大幅に変わってきているので、やはり透明性というのが鍵だと思います。一般市民は、 何がシンセティックで何がオーセンティックなのかという情報を知らせる必要があります3つあると思うんですけども一つはニックさんおっしゃる通りで技術的なソリューションがその万能薬ではありませんがしかし重要だと思うのは鍵を握っていいいいいるとととううことには間違いがないという点ですでそのディスカッションにおいてやはり嘘と人工的なコンテンツこの2つを分ける必要があります。 偽というのはその一般的なカンバセーションでシンセティックなものというのはレベリング化が可能なものですから偽情報というのはレベリングはできないけれどもシンセティックコンテンツにはレベリングが可能です。 で実際に企業としてバイデンとかもそうですよねで企業としてはやはりプロダクトが安全だそしてセキュアで信頼できるということを担保する責任があるというふうに思っていますのでテック企業が果たす役割というのがあると思いますそれからボランタリーエクイプメントで自主的なコミットをする人があるというふうに思いますね。からボランタリーエク に関しては、バイデン・ハリス政権が今、エグゼクティブオーダーを作ろうとしていて、連邦政府ができる限りすべてやって、そして責任ある AI を実現し、社会にリスクを最低限化するという努力をしています。これに関しては超党派の合意がありまして、リスポンシブなイノベーション。 を行いそして技術によるハームを社会に対して最小化するということにコミットしています。でそれからボトムアップのアプローチというのもあるというふうに思っています。これはテクノロジーソリューションの2つ目,2つ目のソリューションですけれどもつまり市民社会がコミュニティをエンパワーするというふうな要素になります。が、レジリエンスというのもボトムアップなアプローチが必要なものです。それから民主主義サミットは 国務省などが 情報のインテグリティ、それからレジリエンスを一つアジェンダとして導入し、そして市民社会の力をエンパワーするということ、それからメディアに対してもその事実、それから事実を特定するというふうなことに関してのツールを提供するというふうな話がありました。で、これらは非常に重要なものでありまして、世界中のレジリエンスを高めていく上で、この3つは必要であるというふうに考えています。政府としてもやはり 政府の情報に関しては公的な認証が必要だと思っておりますしそれからエコシステム全体としてテクノロジー規制そして国際的なノウムを作っていく役割もあるというふうに思っています我々政府それから市民社会そして民間部門と一緒になりまして AI がもちろん正当な情報に対してのアクセスを拡大していくように機能するように担保しなければなりません。マリアさんどううでしょうか プロシューマーとして何をしたらいいんでしょうはい。また社会全体でのアプローチが必要だというふうに思います私たちの業界つまりニュース産業から考えますと私たちゲートキーパーの力というのを失ってしまいましたまあ、2014年の話なんですけれども私たちができることというのは選挙に関してはこれはその競馬ではなくって 非常に私たちの民主主義の生存にとって必須なものであるというふうな描き方が必要なんだというふうに思います。でラプラ弊社がやっているのはオープン AI で一回にオープン AI を使ってまあサンフランシスコのチームがやってるんですけどもこれを新しいテクノロジーをどうやって使って で公共のスフィアで民主主義にとってこのスフィアが安全になるにはどうしたらどうやって使ったらいいんだろうというふうな試みをやっています。それから1つ 私たちがどう操作されているのかというのを一般市民に知らせていくということも必要であるというふうに思います。私たちテクノロジーみんな大好きですけれども私たちそこにとどまらずやはりインパクトがどうあるのかということを社会にどういうインパクトが行われるのかということをきちんと理解する必要があります。私たちそれがまさに IGF が作られたその理由だというふうに思っております。これがまさに変哲戦になりうるというふうに思っています。よりアカウンタビリティ、より透明性重要です。でも今いろんな 価値が出てきましたよね AI これがホワイト・フォー・ハウスのブループリント・フォー・チェンジというのが出ていますけれどもから OECD でもそれから今日ハッシュタグでインターネット・ウィ・ォントというのを日本の,そのインターネット・ガバナンス・フォーラムのそのサブタイトルとしてありますけれどもこういったハッシュタグが出ておりますけれども こういうのをオペレーショナライズしていかなければいけない口で喋ってるだけではダメだというふうに思います EU ありがとうございますあ,あまだ54秒も残ってますかよかったわさっき長く喋ったのでここで止めた方がいいのかもしれませんけどもでも市民社会どこにいるの私たちは多分ユーザーにとどまっていってはいけない私たち市民にならなければいけないつまり その市民としてこのように嘘が山のようにある時代に単なるその受け手ではなく市民に戻らなければいけないということで1時間に90ぐらいのヘッドメッセージが流れているということなので私たちは多分1世紀ぐらいその実は投獄されそうだったんですけれども高等最高裁判所でそれが引っ ひっくり返りましたけれども、今やその男女がやはり自分たちが信じている価値を,そのしんを求めて立ち上がるべきだと思います。山本先生、どうやったらわれわれはより良いデータの制作者、そうして消費者になれるでしょうか。今日もいろ,んなあのいろいろと出てきましたけれどもあの、リテラシーが重要かなというふうに思っています。であの情報を摂取する まあ情報をちょっとメタファーを使えば情報を食べる行為というものに対する意識を高めていくということが重要だと考えていて私は最近インフォメーションヘルス情報的健康というあのコンセプトをプロモーションしています食べ物を食べるというあの意識っていうのはかなり高くなってきているんじゃないかなと思います私たちはこの食べ物を誰が作ったのかどういう素材を使ったのかどういうプロセスで 作っったのかとといいううことを気ににすするようになっていますしつまりその食べ物の安全性を私たちは気にするようになってきているおそらくこれは50年前100年前まではそれほど気にしなかったんだろうと思いますけれどもやっぱりリテラシーによって我々は食べ物の安全性気にするようになってきたと、まあ、さらに僕らは変色をしないで偏った食べ物を食べ偏った形で食べないでバランスよく食べようということも我々は学んできているでこういった考え方を 情報を摂取する行為にもやはりつなげていく必要があるんじゃないかまさに情報的健康、まあ、あの我々はおそらく人工添加物がかなり、えー、なんて言ううでしょまぶされた情報というものを今我々は食べていて体に悪いのかもしれませんけれどもこの情報的健康という概念誰がどういう素材を使ってどういうプロセスで生成 AI を使ったのか否かとかですねこういったことをやはり我々は気にするようになっていかなければいけないだろうと。さらに フィルダーバブルのなところで偏った情報を、まあ、偏って情報を食べるんじゃなくてバランスよく食べましょうと、まあ、こういうその情報的健康に関するリテラシーがとても重要なんじゃないかなというふうに思っていますでこれはあの私はあの今総務省で ICT リテラシーに関する検討会の座長をやっていますけれどもやはりこういった考え方をまあ組織的に広げていかなきゃいけないと私は思っていますし まあこういったインフォメーションヘルスという考え方私は WHO なんかにも持っていって議論したいなというふうに思っていますけれども国際的にもこういった新しい健康という概念こういう情報汚染に対するその我々の健康ということを考えていく必要があるかなというふうに思っているところです、まあ、こういった考え方が広がればそのアテンションを得るだけやっていて 我々の,その情報的健康を考えないようなテック企業というのはマーケットにおいて適切に批判をされるということですよね。これは透明性が必要でその企業がどれぐらい我々の情報的健康に配慮しているのかということを透明化していくということも同時に大事ですけれどもそうすることによって我々がマーケットにおいて適切にまあそういった企業を批判することができる。 そしてそれがまあ構造の改革、ストラクチャーの改革につながっていくのかな。まあ、そういう意味ではプロシューマーにつながるには、我々のリテラシー、そしてこの情報的健康というコンセプトの重要性を私自身は感じているということです。Thank you very much. An excellent concept, and uh, I think we can all see the value of that proceeding. It's time now for our ministerial high level respondents. I would like to invite Mr. Nisa Patria, the Vice Minister of Communication and Information Technology from Indonesia. Thank you. Thank you. ありがとうございます。インドネシアの通信情報技術副大臣です。議長ご参加の皆様方こんにちは。 まず御礼を申し上げます。私をこのパネルに紹介してくださいまてありがとうございます。インドネシアとしても我々のストーリーを共有できることを嬉しいです。私どもの集団的なそのご情報偽情報に対抗する世界的な動きに参加します、参画します。インターネットの利用そして偽情報などを使った世論などの操作そして特に。 生生成成 AI による生成といいうのが増えています2021年インドネシアの統計局の報告によりますとインドネシアのインターネットユーザーの62%がソーシャルメディアあるいはオンラインニュースなどで偽情報と判断されるものを食べていました。で それはソーシャルメディアでのいわゆるニュースとして送信されたものもありますで、これは懸念です我々の社会の分極化を進めますインドネシアという国は今まで AI がプラスのインパクトを生活に与えるものと推奨している国としては懸念しておりますで、この状況に対応するために世界最大の東南アジアの民主主義国家としてインドネシアは積極的に この誤情報、そして偽情報対策を取ってまいりました。通信そして情報省を通して国レベルで包括的な戦略を作って、そして誤情報、偽情報に対応するために国のデジタルリテラシー運動というものを始めました。上流レベルでは、それからあの銀行、そして。 下流のレベルでは法執行なども取っておりますそして一般レベルでは ASEAN が ASEAN の政府情報の偽情報そしてメディアにおける誤情報対策ガイドラインというのを作っております。でこののガイイドドラインが我々のロードマップとしてより良い形で 偽情報を識別し、そしてそれに対応するための対策を作っております。で、この背景のもとにぜひ強調したいのは、この誤情報、偽情報に対応するために次のような施策が重要だと申し上げたいと思います。まず社会にのデジタルリテラシーを高めなければいけません。特にこのようなあの偽情報を を予防するためにの対策が必要ですそれによって初めて人々がこのような偽情報の犠牲にならなくて済むわけです。そしてぜひ強調したいのは我々がやっていけないのは悪い歴史を繰り返すことです。我々の社会がワクチンそしてコロナについて偽情報に翻弄されたあの状況を繰り返してはなりません。我々のデジタルエコシステムはもはもや こういったご情報、偽情報の反乱これを促進するような経済性を支持してはならないと思います。やはり生産的な、そして意味のある、そして正確な情報を促進するような手当が必要です。最後になりますが、私どもは共同協力して、そして。 今後この偽情報誤情報に対策を取っていく必要がありますで、進行技術である生成 AI などは どんどんと、いわゆる合成情報というのをデジタルエコシステムで氾濫させています。それに対抗していくことが必要です。インドネシアは協力をすることで、社会がよりレジリズリアンスを高めることができます。それも、新興技術に対するレジリズリアンスを高め、それによって我々の社会、そして我々のウェルピーングに良い影響を与えていくことが重要だと思います。ありがとうございます次は サイバーデジタル担当首相特別代表のポールアッシュさんお願いしますありがとうございます今日は準備した文章なんですけれども今聞いたことに対しての対応ということで私たちが次に何やるべきかちょっとアイディアを紹介します今日お話を伺いまして タイミングというのが重要だというふうに思いました。対応策のこのご,ご情報偽情報いかに定義しようとも。 AI システムがこういったものを実際に一緒になって対応していかなければいけないということを示しております。それからはこのインパクトがやはり影響を受ける特に女性や女の子それから LGBTQ プラスの皆さんに影響が大きいそれから移民や難民の人たちに影響が大きいということも分かりました。私たちがですかかららソリューションを作作るるとということはそのプロセスののの最初の段階から作るの は難しいかもしれませんけれどもしかしこの問題に関しては参加をさせていただいてやっていくということが必要だというふうに思いますそれから緊急性についてなんですけれども72%の国がもはやその、えー 先生的な国であるということということはまあ44%が今はまだそうではないということでありましょうけれどもしかしながらご情報やあるいはそのこういったその先生社会が多いということに関して社会に対する影響というのを考えていかなければいけないというふうに思います。しかしいろんなソリューションがあるということで規制それから先ほど、えー、副大 同僚がおっっっししゃたたたよううにリ,タリシーとかそういった話もありました社会を強くしていくということも重要であるということで一つの対応だけで問題を解決するということにはならないということも分かりましたそのソリューションを選んでいくといいくつかその層に分けていろいろとソリューションを選んでいくということが必要だということになるというふうに思います一つはペースが重要だというふうに思います次のステップとして。私たちちは問題をちゃんとも 手をこまままねいて見て見るる時間はあありりせんでですすので行動に早く移る必要がありますそれからこのパネルそれから他のところでもありましたけどもやはりリーダーがその私たちが共有している価値を口に出していくそして今の誤情報偽情報が及ぼしうる影響について言及することが必要ですそれから社会全体のソリューションが必要です市民も参加しなければなりません。で政府 が産業界と一緒になって市民社会それからさまざまなコミュニティと一緒になって仕事をする必要があります。市民社会はその政府の観点から巻き込む上で重要な要素です。 ですそれから共通の原則である人権であるとかこういったものが基本にあるべきだというふうに思いますそして自由でオープンで石油ようなインターネットこれが極めて重要であるというふうにも思っているその価値観を共有する必要がありますそれから最後になりますけれどもやっぱりオペレーション化するということが必要だというふうに言う話がありましたまさにそうだというふうに思います私たちニュージージランドでも経験がありまして クライストチャーチ二千十九年の三月の攻撃がありましたけれどもあの後なんですけれどもクライストチャーチのパネルが集まりまして実際に私たちと一緒になりましてこのようなその宗教的な過激主義に対して立ち上がったという経験がありますそれはその全ての社会の人たちが立ち上がったこういったことをやっていく必要があるというふうに思いますでこういったことが私が今日のお話から聞いて感じたことなんですけれども私たち 情報のインテグリティ情報の完全性について課題があるというふうに思っておりますこれはやはり私たちがオペレーションする環境に対する信頼にも関わってくるというふうに思いますなのでフロンティアモデル そのファンデーショナルモデルあるいは AI 再生,生成 AI どんな呼び方をしてもいいんですけどもこれらは正しく対応しない限り非常に危険だというふうに思っております私たちがいろいろと統制をしているあるいはガバナン,ンスをしているその影響が他にも及ぶということになります人権の減速というのも危ぶまれるような状況になってしまう可能性もあるわけです マリア・レッサさんそれから他の方々がおっしゃったようにその今まで情報のインテグリティそれから一方でテロリストとかが使うというふうな反対極にあるものがありますけれどもアルゴリズムがこれだけ普遍した段階で同じ道の上に乗っているものだというふうに考えるべきだというふうに思いましょう。なので この23日市民社会の皆さんといろいろと対話をしていきますけれども申し上げたいのはクラスチャーチに関してはその対応がうまくいったという例はその国がトップダウンでやったからうまくいったのではなくそれはみんながその 立ち上がったからうまくいったということを申し上げたいと思いますやはり人権あるいは民主主義こういった価値をみんなが共有することによって今の問題に対して対応ができるんだというふうに思っています市民社会が非常に重要だということでありますなので私たちは 制度としてマルチラテラリズムというのはもちろんテクノロジーの進捗よりも動きはゆっくりではありますけれども真の意味でものマルチステークホルダーその努力というものをやっていく必要があるというふうに私は考えていますどうもありがとうございました皆様方の専門性それからその協力に関して非常に感謝を申し上げますどうもありがとうございましたありがとうございましたではこれから 2分本当パネリストが2分だけですけれども守ってくださいね守っていただいてまとめてくださいニックさんどうぞマルチステークホルダーそれからマルチステークホルダーをこれからもやっていくしかないんだというふうに思います というのもこれとても重要でありましてシングルソリューションを探す傾向というのが私たちはありますけれどもそんなものは存在しないんです政府ができることというのにも限界がありますですので全てのコンテンツ有害コンテンツ今日話しているようなものを違法化するというのはできませんその有害なコンテンツというのは有害な偽コンテンツというのも やはり悪い人たちがその流しているものもありますけれどもこんなものでも合法なものもあるわけです。ということで、えー、政府はそれに対しての対策も必要でありましょう。でも一方で政府が一番のワーストアクターということもあります72%っておっしゃいましたよねこれがその専制主義的な国であるということ非民主的な国であるということこれは恐ろ,恐ろしいことです。私はですから センサーシップとか内容のテイクダウンがこういったその70%側に入っているような政府側から来ている時に対応していいものかどうかというのはとても迷うところであります。で私たち民市民社会のアクターとしてやはりきちんとした対応していかなければいけない責任を持っています。でこれは民間部門のみの話ではないというふうに思いますけれども私たちテク企業の中でも進捗はあります。 ただ一方で他のコンポーネントにも通用する必要がありますメインストリームのメディアに関してはほとんどの偽情報というのがこういったメインストリームのメディアそれからソーシャルメディアでががピックアップされてそれが広がっているそれに対しても見ていく必要がありますランディ・ミッシェルさんどうぞ。 ありがとうございます。私の方から4つの点をまでまとめたいと思います。けれども、まず第一です。それは政府のが。 認証そしてプロビナンス来歴確認をするプロセスを入れるということでこの部屋にいらっしゃるそして世界中の政府にそれについてのグローバルな規範を作っていただきたいと思いますそれから2つ目がテクノロジーカンパニーの役割です透明性をユーザーに提供するということですでこれはボランタリーなコミットメントを奨励する形で,できますそれから3つ目は市民社会を動員するということそしてマルチステークホルダーのエンゲージメントを促進するこれは先ほども話がありました。そして4つ目この点は 実は今日あまり話題にならなかったのでここでぜひ強調したい点なんですけれどもそれは。 このような努力つまり透明性を促進する努力というのが例えば検閲とかあるいはインターネットの自由の侵害に繋がらないということですで、情報対応対策というのはコンテンツを制約することではなく正確な情報を拡散することですで、生成 AI の成長によってそれが変わることはありませんそこで我々は今後も市民社会それから民間セクターそして政府世界中の政府と協力をしてそうして それから発展途上国そして先進国と一緒にこういった た対策に対して人権とそれから民主主義的な権利を擁護する形での対策を作っていくことを非常に楽しみしています。マリアさんどうぞ。私は三点申し上げますね。2分なので三点です。で一つ目はまあ私は今までテクノロジーカンパニーに批判してきましたけれども、でも我々はテックカンパニーどれとも一緒に協働してます、協力してますというのはやはり彼らもこのテーブルにつかなきゃいけないからです。でこの技術テクノロジー会社というのが唯一今 この害を止める力を持っている人たちです。ただその止めることを拒んでいるだけなんですね。そこでテクノロジーの企業皆さんのビジネスモデルを見て、そしてその強欲さを制限してくださいというのは、これは啓発されたあの自粛利益であって民主主義も、そして人々にも死んでほしくないわけです。あるいは害をしたくないわけです。それから2つ目は政府です。政府はちょっと入るのが遅かったんですけれども、それはあのテック企業 何をやってるかをまずは判断する必要があったからなんです、まあ、でラプターという会社は まあフェイスブックがより良い検索機能があったら私はそのウェブサイトそれは作ってないと思うんですけれどもまあ政府はこの問題の認識がやっとできたのでですから政府もっと行動をスピードアップしてください。スピードとかペースというと例えばアジャイル開発というのは2週間に1回行動を刷新します。で我々も似たようなガバナンスのシステムを作っていく必要があります。そののにるるるああるいいはははととうことはそれが民間手 自分たちが展開したものについて各企業に責任を取らせるということです。それから三つ目は市民に対してです。まあジャーナリストはまさに今防波線堤となってますけれども、でも皆さんの協力なくではできません。ユーザーそれから単なるユーザーからアクティブな市民になってください。今こそがそのタイミングです。ありがとうございます。ベラさん三つです。 まず最初に、世界の民主国が手をつなぐ必要があると思います。私たち、ルールを作っているのが我々でない限りにおいては、民主主義が崩壊してしまうというふうに思います。これは本当に必須的重要性です。だからこそ私、G7 の中で AI について仕事ができて嬉しく思っています。えー、行動規範などについてですね。とか、2つ目、規制の話をしました。 でマリアレザリさんが遅いというふうにおっしゃいました。まあ、そうでも多分他の人よりは早く EU は早いかもしれません。でもトップダウンだけではダメなんです。なので EU においては私たちは非常に市民社会を関与させるそして市民に対してそ 操作されないされたくくないいいいいでししょうというととにに要求をしててださいというふうに言ってますそれから学会も関与させようとしています。というのも私たち分,分析あるいは、えー、その情報をベースに政治的な意思決定をしたいからです。が3つ目ですけどもコンシューマーそれから市民、えー、その消費者は市民でもあります。私5年間消費者を守る活動仕事をしていました。 申し訳な,ないですけれども消費者の健康を守るということでありまして例えば毒を食べさせられないようにするというふうなことだったんです。でもその脳とかあるいは心臓心も毒されてはならないというふうに思いました。なのでで私たちは規制って 政治的広告、オンラインによる政治的広告の,そのコード・オブ・コンダクトを作ろうとしているわけです。つまり市民が選挙の前に操作されないように、それから個人の市民が自由の,その選択ができるように、オンラインだと非常にマニピュレーションされやすいので、そこもやっていかなければいけないと思ってます。どううでしょうか山本先生 やはりこのディスインフォメーションの問題というのは一方で深刻化しているけれども一方で希望も見えてきていると先ほど話しましたけれども今日は本当にその希望について少し触れられたかなと思いましたというのも皆さん全員こう同じ問題意識を持っていてやはりもうこれ取り組まなきゃいけないというところにもついてもコンセンサスがあったんじゃないかとあとはやはりプラクティス本当にすぐにこうプラクティスに持っていくということが重要なんじゃないかなと思いました。 そこでやはり重要になるのは国際的な本当に連携こういう場でのダイアログなんだろうなと思いましたしそこにやはりあのこれまでもお話があったようにプラットフォーム企業テック企業を巻き込んでいくということが非常に重要なんじゃないかというふうふに思いますこれはあの、まあ、そのプラットフォームというのは非常に巨大化しているし強いパワーを持ってきています。で私憲法研究者ですけれども 憲法はもうガバメントというか政府の権力を統制するという、まあ、そういう役割でしたけれども、まあ、近年はあのデジタルコンセチューショナリズムというデジタル立憲主義という言葉も出てきてやはり国家だけじゃなくてプラットフォームの権力というものをどうマネジメント統制していくのかという課題も出てきているというふうに認識していますそういうのに一つの国家がなかなかプラットフォームと対峙していくというのは難しい状況にも来ているというふうに思いますので。 やはりこういうその国際的なその枠組みの中でプラットフォームとともに対話をしていくということが重要じゃないかなというふうに思っています。そこでまたもう一つポイントにしなきゃいけないのはやはりストラクチャーだなと構造だなとアテンションエコノミー私はそういう言葉を今日使いましたけれども。 一つ一つの現象面だけ見ていてはやはりなかなかあの根本的な解決につながらないやはり構造をしっかり見ていくということエコシステムを見ていくということここやはり変えていくということはとても難しいことだと思いますある種新しいカルチャー文化を作っていくということだと思いますのでとても難しいと思いますけれどもただそれができるんじゃないかというふうに今日思いました。今後もあの色々と議論 意見交換していければというふうに思いましたありがとうございましたありがとうございましたそしてマリアさんのまあこれから一年間の選挙のリストがありましたけれども世界の三大民主主義国家が選挙を行いますインドネシアインドそしてアメリカいずれもこれから十二ヶ月以内に選挙を迎えますでは 皆さ、ま、もうこの卓越した素晴らしいパネルニック・スーザルのメタオーバーサイトボードのニック・スーザルさん感謝申し上げますそれからマリア・レッサーさん2021年ノーベル平和賞受賞者そしてベラ・ラ・ルボーバスさん欧州委員会そしてランディ・ミッシェルさんホワイトハウス国家安全保障委員会そして山本達彦先生慶応大学です。本当にありがとうございました パネリストの方々あのここで写真撮影がありますので少しお残りくださいではお昼休憩になりますセッションをお楽しみいただけたらと願っておりますありがとうございました